今泉潤です。広陽次です。春の杏です。それでは昨日の続きをどうぞどうぞ。自分らしく生きるにはどうしたらいいですか？哲学だよでもやっぱ何を幸せかっていうのを定義していく年だよね多分年齢的に最終的に、うん、まだ何でもかんでもやっぱ僕昔高校の時とか、まあ、大学前半とかも図書館とか本屋に行くと無限の可能性を感じてたんですよ。俺はまだこんなに知らないことがいっぱいあるし、こんなにいっぱい本読みたい本があるし、こんないろんなことに興味があるっていうすごい焦りというか、まだこんなに知らないこといっぱいあって焦るんだけど、そっからやっぱもう今行ってもだいたいわかるじゃん、もう本って何冊読めんだろうなとかってなってきた時に、じゃあこの中から次は昔はこう全部吸収してやろうってあったけど、もう選択していくっていうのが、それが多分自分の個性だし、なりたい自分だし、それがどういう自分が幸せなのかみたいなのを決めていくという作業なんじゃないかな。素晴らしい。でもあれなんじゃない、今言ったみたいに幸せって何っていうのを探せればいいんじゃない。自分の幸せってそれぞれ違うから、そのことを言わないでお金儲けだけっていうのは不幸だよね。そうです、そう、うん、まあ、お金がね解決してくれることはいろいろあるけども、それが全てじゃないから、幸せって違うから人それぞれ。自分らしく生きてられないなっていうのは何に感じるの？仕事してて感じるの？仕事もこれが果たして自分なのだろうかとか。自分じゃない仕事だからね。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、あとはなんかこれをしていて果たしてこのトータルこの人生で本当にこう何か書いてたりしても本を読んでたりしても、これが私の人生で今一番正解なことなんだろうかって思っちゃって、なかなかその今一瞬を楽しむってことができない。あ、ヘッドライトは高くかけない、ヘッドライトは高くかけて先を照らしちゃいけない、ヘッドライトは足元、今だけ、そう、それの積み重ねが先だから。みんな高く振りかざして10年後20年後って考えるからすごく不幸になる。目の前今日エビ食べられたら幸せじゃん。そういうこと、それはねすごいありますよね、ヒロミさん。俺も高く上げがちだから、うん、社会人になる前にクラブとかにみんな行くじゃないですか。あの爆音で酒飲んでわーみたいな、俺あれをめちゃくちゃ軽蔑してたんですよ、うん、あんな結局その同じでした、何もこうお前たち生み出してないし、